そうメイク用品のね1個がねどうしても欲しいのがあったんだけど、福岡、まあ、福岡あるんだけどいつもは入荷予定がないって書いてたから、じゃあちょっと暇やしどうせシャンプーないし、ドンキ行こうと思って東京でわざわざドンキに行くっていう、でご飯を買ってきた、じゃん、そば、あっちエアコンつけたつけた、もう今ねガンガン21度でガンガンにした、え、なんだってこれ、ほぐし水がなんたらって書いてたけど、ほぐし水なくね、いいか、まあなんとかなるやろ、ほぐし水なくても。あ、そう、何日目って書かなきゃ、とりあえずそば食べます、とろろと月見のやつにしようと思ったけど、今日はなんかとろろと月見の気分じゃなくてざるそばにしちゃった。ほぐし水なくなったんだ、まあ別にいいや、美味しければ全然大丈夫。お、ちょっと今日は大人っぽくわさびとか入れてみようかな、熱いし関係あるか分かんないけど、緊張してる、うーん、全然今んとこは、多分会場行ったら緊張すると思うかな、今んとこは大丈夫そう。私ってそういう人なの、会場に行くとねドッキンドッキンしちゃう。ネギ入れて、1時間ぐらい配信します、その前に配信何日目、頑張ってくださいな、頑張るぜ。今日誰が来るの、今日来る人、はーいは幼稚園生みたいな人、今日来る人はーい出てあげて、彼自体、いや私アットジャムは去年も出たので初めてではないんですけど、そう1611かな今日、オッケー、11年今日来る人は、はーい、はーい、鮎川選手は何も、あ、そうだね、確かになんかさっき公式が載せてるの見ました、え、ショールームのフォロワーがいつの間にか8033人だよ、私7000の時の記憶しかないんだけど、おはようのアットジャムのツイート全然コメント来てない、ショック、アンチ、じゃあいただきます、あ、見てリンゴジュースも買ってきた、だいたい多分あのオレンジジュースなんだと思うけど、そばってなんか、そばってさオレンジジュースのイメージない、何かと言われたら、いただきます、うん、え、ないの、なんかそば屋さん行って大体コーラかオレンジジュースかウーロン茶とかなんかそっち系しかないイメージあったんだけど、マサさん I love you ありがとうございます、いや、お茶か水はそうなんだけどさ、リンゴジュースかオレンジジュースって言ったらオレンジジュースしかないんだよね、蕎麦屋さんって。うん。
子供用なんだろうけどさ、でもさ大人になっても好きなものぐらい飲みたいよね。なんか子供用とかさ、低インスリン食品。いや関係ない関係ない。めいこさん、アイラブユー、ありがとうございます。でも私基本アップルのが好きなんだ。 100% のオレンジじゃなかったら、なっちゃんとかやったらオレンジ好きだけど、 100% のオレンジジュース、ちょっとなんか喉がね、イガイガする気がするんだよね。横へ来た、早っ。めちゃめちゃ早いやん、入りが。うん、そばうま。毎回そばを食べるたびにさ、うまって感動する、勝手に。リンゴジュース飲んでるの。おい、そんな私はこんな歌が思い浮かびました。子供扱いしないでほしい、私これでもレディーなの、本気なのに。気さくらしてくれなきゃ私にだってプライドがあるわ。みんなだったらいいよね。なんでキスしないんだよ。チラキュンタコありがとうございます。ムードはないな、確かに。あ、そうだ、今日ね、親戚の方がオルナとフジコ見てたらリナちゃん出てた、出なくて来ました。そう、びっくりって言われて。今初めてクリナさんにお会いしました。めっちゃ綺麗でした。ありがとう。ま、シルバーウィークイベントでこれいつまでなの？23？ 結構今時間があるね。俺は閉じ込めてるの。そう、あのちょっと遠方に住む親戚の方だったから、なんか見てたっぽい。仕事行ってきますってことは、あとジャムは来れないのね。行ってらっしゃいます。食べ方が粋だね。何？そばに粋な食べ方ってあんの？かっけえ。全然わさび感じなかった。
じゃあ誰かに会いたいとかありますか？ AKB さん出るなら AKB さんに会いたかったけど出ないっぽい。今日は昨日出てたのかな。でもなるさんの投稿見た感じ多分出てなさそうだしな。あとアイライフのアイスちゃんにはお会いしてみたいですね。まあ可愛いんだろうけど普通に。一応うちらの後にアイライフさん出るから見てみたいなっていう。最初何もつけずに、あ、それ聞いたことある、そばで。そば最初に何もつけずに食べるとかもう意味わかんないんだけど、私は絶対でもこれが美味しいんだから、このつゆが。セブンの、あ、そうセブンだよ。あ、見ない、今蕎麦が一本喉の奥にうんって攻撃してきた。危ねえ、やられるとこだった蕎麦に。まあでも多分あれだよね、何割蕎麦とかそういうのをちゃんと意識して食べてる人とかそういうのをこだわりがある人はやるんだろうね。でも別にそれはそれでいいか。そろそろ持てるぞ、量的に。高橋さん、優勝ありがとうございます。ちょっとつけて食べると痛いけど、ね、もうひたひたよ。そうじゃん、髪型何がいいと思う？何もなかったらポニーかデコ出しになりそうだよ。なんかでもさ、多分衣装まあ何かっていうのもあれだけど、まあ、大体分かってると思うけどさ、衣装的にさあんまツインテールとかさ、なんていうの、他の人のデザインだったらさいいんだけど、私の衣装のデザインって大人っぽすぎて、なんだろう、合わないんだよね。可愛い髪型がツインテールとかさ、ここがっつりこっち私出てるからさ、他の子たちなんかさここら辺可愛かったりさ、スカートもふわって感じじゃないですか。そう、でも逆にデコ出しすぎると、デコ出しすぎるとっていうか、そのデコ出す割合とかじゃなくて、デコ出すとそれはそれ強すぎるんだよね。しかも最近アキさんも前髪分けてるし、なんかも前髪もともとない人だから、うん、他の子のタイプの衣装の形だったら全然可愛いのしたいんだけどさ、でもね、うん、どうしようかなって感じ、マジで。サイドポニーはでもいいかな。江戸っ子はそばをつゆにちょっとだけど、ん？ちょっとだけど老人が死ぬ間際にジャブジャブつけたかったっていう落語でだってつゆ美味しくない？ジャブジャブつけたくない？片側だけ、それは多分藤子とか MV でやった髪型じゃないかな。あ、見たやつあるからな、さらに大人っぽいんだよな。だからハーフアップありかもね。ハーフアップかデコ出しかな今のところ。
ばあちゃんから米いる？いるなら梨と一緒に送るよって言われた。米、米いらないな。劇場リリーベの髪型良かったです。あ、ハーフツイン。まあね、ハーフツイン好きだけど、俺米いる。米高くなったね。でも私米はもうね、一回さ家にさ置いてたの。家に置いてて、こんなこと私あんま言いたくないんだけど、なんかキャラ的になんかね、米置いてて、ちゃんと米の中に入れる米びつみたいな、なんかよくわかんない、あの赤いやつあるじゃないですか、刺しとくやつ、あれもやってたし、なんか定期的にこうちゃんとやってたんだけど、なんかある日米洗ってたら黒いのがいっぱい浮いてきて、何これと思って、一時期そのご飯米食べない時期があったのよ、ダイエットで。それで久しぶりに米炊こうかなと思って米洗ってみたら黒いのめっちゃ浮いてきて、何これと思って、そしたらあのさ、 米にさ、米に湧く虫みたいなのあるじゃないですか、そう、そいついっぱいいて、もうそれあってからもう私米家に置きたくなくて、そう、そのキモいじゃんお前何みたいな、キモくて、そう、そっから米を家に置きたく、米食べるのは別になんともないんだけど、米置きたくなくて、そう、普通に嫌じゃん。そうだからパックご飯にした。いや、そうなんだよ。でもトラマ、なんだろうね、まあ冷蔵庫で入れとけばいいんだけど、うち結構がっつりいっぱい家から送ってもらってさ、そういっぱい送ってもらって、あのあれだったから保管してたから、そう、私そんな冷蔵庫も大きくないから入れられなくて、そうなんですよね。あ、でもちゃんと大丈夫、あのメンバーが食べてたご飯は絶対そんなことないから、ちゃんとちゃんと、あのもうそんな時期じゃないやつですから、メンバーが食べてたの、もちろんそれは絶対ないです。だって洗ってて分かったもん、水流しててなんか黒いの全然取れないなって思うぐらいの量いたから、そう、まあ多分一気に送ってもらいすぎたのがちょっと良くなかったのかもね。でもとりあえずそっからちょっと炊きたくなくて、怖くて、いや、入れといた、ちゃんとあの赤いやつ、そう、もうちょっと怖くて、から米家に置きたくなくて、まあしかもあるとさ食べちゃうから、なくていいかなって最近本当に思った。逆にそっちの方がいいかなみたいな。え、そう、しかもさ、うちの部屋さほとんど虫出ないの、本当にゴキブリも出たことないし、今3年目とかだけどゴキブリも出たことないし、あとちっちゃい小バエですらもほとんど出ないの、マジで1ヶ月に2匹見るかなぐらい。他の虫は全く見たことないんだけど、そいつだけいて、そう、いやもう本当にね、出たこと、虫が全く出ないの、なのに出てもう怖っ、うわーってなって、そう、ちょっとそれが結構嫌で、もう家に置きたくない、ごめん、あんまり。なんかさ、それで捨てるのも罪悪感すごいしさ、米ってやっぱ神様、もう神様めちゃめちゃ捨てちゃった。しかも送ってもらうにはさ、また送料もかかるじゃん。こんなさ、小分けにして何回も送ってもらうのもなんかあれだし、いいかなって感じ。うん、それならパックで。だってさ、パックでも十分美味しいと思うけどね。
砂糖のケースに入れた。え、マジ怖いね。天国だね、アリにとっては。わあ、美味しいものがいっぱいだーみたいないや、やめろやめろって感じ。こっちからしたら、いやいや、いい迷惑いい迷惑みたいな。絶対入ってくんなって感じだけどさ、アリからしたら超天国だよね。わあみたいな、なんだここ美味しいみたいなそんなんだよ、マジで。でもそうだよね、本当にアリにとってはマジ天国じゃない、砂糖の中なんていや、こっちからしたら場合じゃないよ。アリからしたらめっちゃ天国じゃん。いや、そんなさ、なんか言ってくれればあげるのよね、砂糖ぐらい。そんなわざわざ入ってこないでほしいよね。欲しい量言ってくれれば全然あげるのにさ。そうなんだよね、話が通じたいんだけどね。アイドルだからさ、あんまりこうトイレとかさ行ったことないんだけどさ、でもさ、こういうさホテルあるあるでさ、ちょっと嬉しいことあるの。私の特殊な特殊というか、でもね、多分これ意外と共感してくれる人いると思うんだけど、あ、スバのてっちゃん、キラキラタコありがとうございます。あのさ、トイレットペーパーがさ、だいたいさ使い切るまでさ同じの使わせてくださいっていうスタンスじゃないですか、どこのホテルも最近は。それをさ使い切った時ってさ、シャッシャッって、ちょっとわかるこの気持ち。わかんないこの気持ち。私はめっちゃわかるんだけど私はすごい嬉しいのこれ。別に私はあのアイドルなんでトイレとか行かないんですけど、まあ、たまたまこう鼻かむ時に使ったりとかね、あるじゃないですか。そう、謎の達成感、なんかあとほんのちょっとしかないみたいな時あるじゃん。でもまあ多分そう、資源のためにさ、そう、多分置いてる、おい、なんかまだ変えられないんだろうなみたいな時とかさ、なんか無駄に私鼻かんだりとか使っちゃうんだけど無駄よし、なくすぞって思って鼻かんだりでもちょっとの時でそんななんか無駄遣いとかしてないですかね。やっぱお仕事の時にさ、こっち側東京とか泊まることあるからさ、ちょっとクーラー消してくる、寒い。優しい気持ちになるよ。三角折りは、三角折りはね、私もねやってない。一応そのなんか清掃の方が三角に折ったのが、そのなんていうの、清掃しましたっていう証拠っていうの知ってから、そうやらないようになった。ゆとりティッシュ使いづらい、使いづらいよね、ちょっとちっちゃいよね。じゃあ絵のもの一つ本日発送、なんだろう、流れ星、あ、流れ星でも今度ね、これやるわけではないんだけど、そう、一応覚えようとは思ってる。よりちゃんとやりたいなっていう。わがままな流れ星、私の、うわ、デニムミニスカート、なんかすごいセクシー
こんなの履いたことないだりな。ちょっとセクシーな感じになるかもしれないけど、お楽しみに。ちょっと引っ張っただけで、私さ、おお、なんかいきなり暗くなったの、ちょっと。私さ、めっちゃ暗くなるじゃん、雲がいっぱい来た。あ、なんだっけ、うわ、忘れた最悪、忘れた。いや、めっちゃなんだっけ、ちょっと待って、コメント見たらもういいですか。あ、そうそうそう、私ね、トイレットペーパーってシングルとダブルがあるじゃないですか。シングルとのさ、相性がめちゃめちゃ悪いんですよ、本当に。本当にこの人類の中で1、2争うぐらいにシングルのトイレットペーパーとの相性が悪いんですけど、でもすぐちぎれるんですよ。もう引っ張っただけでちぎれるの、めっちゃちぎれるの。正直シングルかダブルがいいか正直わかんない。でもシングルの方が確かにちょっとコスパはいいのかもしれないけど、もうね、引っ張ったらすぐね、もうね、1枚とかでちぎれるのわかる、なる。青潮滝さん、アイラブありがとうございます。そう、ちぎれたー、なる、なんだこれー。めっちゃ悪いの相性。まあアイドルだからトイレ行かないんですけど、一応ね、力強く。本当みんなさ、みんななるよね。加減が下手なのかな、絶対そうだと思うけどさ、みんなならない、なんかあれってならない、またちぎれた、常にちぎれるんだけど私。まあでも安いやつ使ってるからかな。下向きに引いてもちぎれるの。わかるっていうタップきた。やばい。めっちゃおもろい。わかる。そうそう、何回も何回も少ししかないやついっぱい重ねてって、なんかうんってなる。だこれって、で光が目にめっちゃ入ってる、キラキラなの、目キラキラ。ハーフアップ、ハーフアップ最近間違ってないよね。今日のライブのおすすめは、センターステージまで会いに行きますよっていう。時間は大丈夫です。迷ってる。ポニーはでも昨日やったから、しかも最近ポニーやってるから、いろいろリリーベもポニーやったし、だよね、私リリーベポニーだったよね。だからまあこの前ちょっといいなって思ったハーフツインかハーフアップかな。って感じですね。昨日の髪型はあれポニーじゃね、普通に。ポニーすぎてるんだよね。あと例えば何かあってさ、あの子可愛いなって思ってくれた場合のさ、分かりやすい髪型がいいじゃん。そうだからポニーとか結構私は外指でポニーばっかするんだけど、ポニーテールの子ってポニーって一番分かりやすいじゃん。ポニーかツインテールとか。まあおでこは確かに合うとは言われるんだけど、なんか今3択だね。ハーフツイン、ハーフアップ、デコ。誰かがお揃いちょっとだった。いや、それは多分ね、乗るかもしんない。お揃いの案に。結構イベントあるある。イベントとかこうやる。何々の髪型にするって言ってたけど、メンバーとお揃いにしないって言われて変えるっていう。目がかゆい。
でもポニーテールもやツインテールもなんだけど、やっぱね多いんだよね、みんなするんだよね。そう、結局ポニーテールじゃやりました、でもポニーテールが4人いましたとかなんて意味ないから、いや多いなーみたいな。3人とか全然まだまだ3人とかはいいんだけど、16人もいるし、4までなってくるとちょっときついよね。きついっていうか、なんかおーおーおおおポニーテール量産じゃんみたいな。でもそんな遊んだ髪型をするあれはないので、私は余裕を。と三つ編みは嫌だ、私あんまりね似合わないの、髪長いからさ。三つ編みしてる子は好きなんだけど、私三つ編みを自分でするのはね苦手なんだよね。そう、あとほんと衣装の形的にマジで何しようっていう、かっこいい系だから、まあ、なんかハーフツインとかさ、ダンスできる人がさ、なんかかっこいい格好にハーフツインしたりするからさ、合うちゃうね。てかおろし系の方が多分合うのよ、おろしかポニーみたいな。全編みはやだ、今日は全編みの気分じゃない。タクデみたいに私のファンの人にもね、三つ編みしてる人いますから。フジコのおろし、あ、片方は編みのね、こっち編みでおろしね。でもあれさ、アイドルとかがやってるからさ、あ、いいねってなるけどさ、アイドルじゃない人が言ってたらさ、何の髪型だってなるよね。でもあれってだってさ、こっちさガッツリ編んでさ、片方全おろしだよ、途中ですかみたいになりそうじゃない。なんかおじいちゃんおばあちゃんとかにさ、世のおじいちゃんおばあちゃんが見たらさ、これはやりかけの髪型かなみたいになりそうじゃない。ダンスとかやってるから成り立ってるけどさ。って私は思うんだよな。昨日今日に限って仕事で発散。あらあら。なんかめっちゃ喉が詰まりがち。推薦コメント来た。やばい、推薦コメントが来た。また穴開けジーンズ同じ扱い。いや本当にそうなりそう。フロイショってレンタルなの？いやレンタルじゃないよ、あれは。レンタルではないですけど。クマさん、やだやだやだ。あの私の選抜衣装にクマさんが似合うと思うか。ほら似合うわけないだろ。あれにクマさんはパンチが強いぞ。顔がむくんでる。見てこれ、唇の縦じわがすごい、もうボロボロ。ストレートはでもね、リュートがね長いから、多分長くてストレートだと思うんだよな。分かんない、今日髪型とかなんかできんのかな。私あんま分かんないんだよ、なんかあのその研究生の髪型変えてもいい変えちゃダメな基準がさ、なんかたまにさ、なんか変えていいみたいになるやん。だからさ、なんかあれなんだろうね。だからそう、分かんない、今日は変えていいのかも分かんないし、そうだし変えちゃダメなのかも分かんないし、いや別に変えてもいい時はいいんだけど、あの基準なんなんだろうね、不思議だよね。でもティフとかはなんかいいみたいなイメージあるんだよね。
ヤムネみたいに言うじゃん。いや、あのね、研究生のね、ここのね、裏、なんていうの、ここにこう編み込むのはいいのよ。あれは別に編み込みとかじゃなく、編み込みは編み込みなんだけど、名前自体は。ただあれはあの髪の毛の量が多いから、そう、そのままストレートに下ろすだけだと、もうこの量、この量バッサバサして踊らないといけなくなっちゃうから、ちょっとあのここにこう網入れて、後ろでこう髪の毛取って、こんな感じ、これで、そう、あの網入れるのは OK です。そうそう、あれは研究生 OK ね、許されてるやつ。公演以外は OK なんじゃないかな。いや、公演以外は OK とかはないです。だってみんな研究生でイベント出たことあるけどダメだったもん。お話し会は、お話し会もでもね、前基準あったよ、私たちの時は。あのなんだっけ、いつからか忘れたけど、ヘアアレンジ OK ってなった。髪の毛は巻いちゃダメみたいな。 それはマネージャーさんに言われて、あ、そうなんだっていう。そう、でも多分ね、本店さんはね、あれなんだよ、髪の毛最初ストレートじゃないんだよね。もう研究生これでいきますっていう髪型でやってるから、逆にその髪型もう固定みたいな。うちはうちでストレート固定ですけど、なんかどうなんだろうね、髪型変えれるならそこと被らないからストレートでもあるんだけど、でも暑いよね暑いよね。絶対さ、私の場合も熱くなっちゃうからさ、だから、っていう、迷うよねって話。髪こでるとき短くするときも難しい。難しいね、研究生とか特に難しいと思う。私ほとんど切ったことないもん、研究生の時。でも髪伸びたよね、マジで。本当に切りたい、切りたい。見てごらん、だってここ鎖骨だよ。前で言うとおっぱいの下ぐらいまであるよ。ほら、見えないから、目見えないから遊ぶ。わ、すごいボスすごいすごいブス今の。わ、ブスめっちゃブスやばい。皆さんこんにちは、栗山里奈です。栗山里奈です。今日はアートジャムに出演するデイです。よろしくお願いします。でゲス、よいしょ。ショートウーマで着ることはないです、絶対に。アイドルやってるじゃないと思う、ボブまで着るの。選抜様の変顔が、いやさ、私さ思うんだけどさ、選抜様って言われるのはさ、それもうなんかいじられてる気がしてきたんだけどさ、どう、え、なんかさ言われるんですよ、ツイッターとかでも。ツイッターも昨日なんかさ、あの今日ちょっとこの後お仕事があって見れない、時にいた見れないから、みんな応援よろしくお願いしますみたいな書いてある。なんか選抜様忙しいですねみたいな、なんかどう別に選抜だから忙、まあ確かに今の期間はリリースだから忙しいけどさ、なんか別に選抜じゃない時も忙しい人は忙しいしさ、なんか選抜だからなんかみたいないじられてんのかな悪い気はしない、いや悪い気しかしない全然悪い気しかしないんだけど、確かにリナも言ってたからか、だからいじられてんのか。でも本人には言ったことないもん、選抜の方々に。いや選抜様忙しいですねとか本人に言ったことないし、
黒目をき、あ、カラコンしてる、ほら見えるか、このカラコンがめちゃくちゃナチュラルになってたからね、私のカラコンほぼつけてもつけてなくてもあんま変わらん。どこのカラコンかは私のメイクレシピに書いてます。正直マジつけてもつけてなくてもほんと変わんない、正直なんかでもカラコンつけてるっていう気持ち。メイクシップバズった、え、1ミリもバズってないなんならいいねもいつもより少ないかもしれない。メイクレシピ全然全然だったねえ、頑張ったんだけどな。そうだった TikTok さ、再生はさみんながやっぱ頑張って見てくれるからさ再生数は多いんだけどさ、いいねがやっぱ少ないんだよね、いいねとコメントが。土入り、そう土入り、私目悪いから。ロックンさん、I love you、 ありがとうございます。伸びろ、顎のシワ。TikTok のいいねを増やさないとね。ロッキンジャパンの会場、え、今合ってんの？急に静かになり、マカマカの透明だけ人を通すんだら、だけで合う温泉のデサンタベ燃える深部。皆さんのメイクレシピ見ながらハンデさ、え、本当？素晴らしい、ありがとう。私も作った甲斐があった。だとしたら今日のシルバーウィークイベント頑張った方がいいですか？ステラもらえるから頑張りたい気持ちはあるけど、みんなやっぱ CD の再販とかでお金がないからどうしようもない。だから石油王とかいないかなと思ってるその辺になんか、え、30万そんなのなんかはした金じゃないかみたいな言えるぐらいの石油王が私の配信を見るかなって、見てくれたらいいなっていう願望がある。まあでも達成できるのはしたいなって感じ、もちろんそれはそう。なかなか石油王とか見てないかなって思ってる。見てる石油王。妹へのプレゼント、うん、はいはいはい。なるちゃんとご飯とか行きたい？いや、もう帰りますよ。今日明日で帰りますよ。明日イベントだからね。いや、ご飯行きたいですけど、行きたいですけど、でもまあ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 、うん、あと25万ポイント、25万。配達券どっちを取るか、いや本当にね、でも配達券取ってほしい気持ちはあるけどさ、でもさこれさ、いやもう賭けだよね。ショールームアワード今年も出たいけどさ、でも今年も私になる保証はないじゃないですか。まあ、だから保証はないからこそこうやってイベントとか頑張ってはいるんですけど、ステラを集めてるんですけど、でもいやどうなんだろう。でもやっぱさ、こう自分でそんな選抜とか言いたくないけどさ、やっぱ選抜入ったからさ、握手の部も増えたしさ、あの選抜専用グッズとかもあるしさ、こうやってリリーベとかもあるじゃないですか。なんかもうみんなごめんね
今まで以上になんかカラカラになっちゃう。ごめんね。累計ランキング6億なんで6億ってやばすぎ。ワン、トミさん後ろありがとう。デフト、いや今日デフト、今日デフトいい日だ、ありがとう後ろ。たけのこニョッキ、ニョッキッキ、いきニョッキ。石王に なりたかったわありがとう。でも今今日一番の石王だよ、今のところ今日の中では一番だよ。仕事やけど来たで。あ本当、仕事中ちゃんと仕事しろ。たけのこニョッキ、ニョッキッキ、ニョッキ。タケノコニョッキやったことないんだよね。でも最近でもおっぱいゲームしてる、ほうれん草ゲームのおっぱいゲームしてる。知らないか、知らないよね。飲みゲーじゃないです。飲み会ゲーでこんなことやったことないです。そんな私飲めないし、かもほうれん草ゲームはわかる？あ、ほうれん草ゲームはさ、ほうれん草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 みたいな、そのほうれん草を最初の人が持ってて、で、あのそのみんなで円とかになってて、ほうれん草ほうれん草で誰かにほうれん草渡すの。そしたらさ、もらった人がほうれん草ほうれん草でまた渡すので、そのどっちもなんか揃ったらなんか言うんだけど、それのまあハンハンゲームはちょっと一応バン対策のためにあんま大きい声言わないんですよね。そう、あのね、あはやはやあはやはやって出すの人に。でこうそのもらった人もさ、あはやはやあはやはやで渡すじゃないですか。揃ったら揃った人はボイーンって言って、その横の人たちはあはや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 っていうの。でもう一回始めるの。これあんまあれなんだけど、博多座あったじゃないですか。博多座の控え室5期生だけの時、5期生でやってました。いや、もともとのほうれん草ゲームのこれやってみて、みんな意外と楽しいから。いや、いぶきが考えたわけじゃない、私が必死に説明するから、みんなにその動画もあるの、昔の。これみんなでやってたの。暇すぎて、もうね、暇すぎてっていうのもあれだけど、待機時間がめちゃめちゃ長くて、朝もめっちゃ早いし、でも別に朝めっちゃ早くから出番があるわけでもなく、で、まあ、夜の方にあれだったから、みんなもうなんかいろんなことをやり尽くして、本当に暇になって、どうしようどうしようってなって、じゃあマイアミやるみたいな。やってみようかっつって。ゆじひろさん、アイラブありがとうございます。そう、私も SNS で見たのよ、確か SNS で見て、そうで、あ、じゃあやってみようかなみたいな。そう、あ、そう、仁義なきの時です。そう、だからみんなが発明したわけじゃないです、これはSNS で流れてきたやつをやってただけです。でも意外と難しいんだって、これ横の人が忘れんのよ、はい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 っていうの。そう、意外と難しいのだから、これなので、まあ、皆さんも気が向いたらやってみてください。そう、気が向いたらやってみて、気が向かなかったらやんなくていいから。
意外と楽しいよ、難しくてそう、ほうれん草よりは絶対に難しいから、だってほうれん草はほうれん草を配るだけだもん。で、なんか揃ったらなんか言うだけでしょ。ほうれん草って揃ったら何なんだろう。ほうれん草って揃ったら何するんだろう。ほうれん草、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 おひたしとかかな、なんだろうあれ、何するんだろう。あとポテトバージョンもあるんだからね、ポテト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 みたいな。誰が強かった。もうね、みんなグダグダだった疲れ果ててのソロゲームだったから。ポパイだっけ。でもちょっと怖いんでまとめないでください。今のゲームは勝手にやる分はいいけど、動画にしてまとめないでください。私が言ってるとまた怒られちゃう。ほうれん草育っても1回多く言うだけじゃない。なんでそれ、ほうれん草ほうれん草ほうれん草とかになるの。私がでも最近知った、なんかなんだっけ、 TikTok かなんかで飲みゲーをやってる人たち、飲みゲーやってる人たちがそんなチャンネルじゃないんだけどをやってるので知ったのはドスコイを知りました。私は最近ドスコイアーとかを知りました。最近なんか TikTok でやってる人たちが流れてきた。誰に怒られるの。え、運営さんいや、わからん、怒られたことないんだけど、おっぱいで一応。何時も出るやつ、何時で始めたっけ。50何分に始めた。ドスコイ知らない。なんかね、みんなでこう手出すので、ドスコイ、あ、もう赤さだな、何でもいいから、もう50を何でもいいから言うの。ドスコイあーとか、ドスコイかーとかで、その上げた文字数でかから始まる言葉を言うので、例えばドスコイかーとかで、かの4人指上げてたらかから始まる4文字のものを言うの。 かまぼこドスコイみたいな、最後はドスコイって言うんだけど、かまぼこドスコイみたいな。そしたら一抜けで、最後になった人は飲んでました。そう、私はこれを初めてした。でもただ私は飲めないからドスコイ参加できません負けても飲めないからドスコイに参加できないということが分かりました。はい、甘露煮ドスコイやばい、みんな言ってる。一文字の場合、一文字はなし。マネージャーさんに発言する、いや基本怒られたりしないんですけど、怒られないように頑張ってるから。50分か、 OK、 50分だったらじゃ終わります。そう、だからまあみんな私の代わりに飲みとかで使ってみて、なんか栗山会するときとかみんなでドスコイやってみて。え、でもそういうさ、私の栗山会はさ、どんな感じなの。別に飲み会っていうか、まあ打ち上げは打ち上げだけどさ、別にそんななんか飲み会みたいな、飲みゲーとかしないはずだから。ゲーム強くなりまくって飲み会してかっけえ、何せ強っ。におっぱいじゃない、ドスコイの方だよおっぱいしないでしょなんでやねん、みんなのファンで気持ち悪いわその集団、変なやつすぎるやろ。個室でやってください、せめて聞こえないとこで、カラオケとかでやってください。姉ちゃんの配信が始まったらみんな見始める楽しそう。ここでの自己紹介の後、そうね、あれはもう禁止になったのでお前らは言えなくなりました。ショック。私が真ん中の煽りポジションに立つこともなくなっちゃいました。HKT 飲むときは最初一杯注文するの。うん、ジンジャーエールくださいっていうHKT でも全員で飲むことはないですけどね。
なんかダサいよね、こんな飲めそうな見た目なのにさ。私も飲める見た目だから飲みたかった。お酒なんか飲める人にでありたかった。別に飲めてもいいことあるかないかわかんないけど、栗山が神座になっちゃう席を、みんなこれからちゃんと席用意して、ちゃんとアクスタとか立てといて。シャンディーがなんか聞いたことあるな。だよね、こんなさ飲めそうななりしといて飲めないんだよ。かわいいよね。あーそんなになっちゃう、かわいい。チュギ、うん、チュチュ。すぐはん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 ってなっちゃいますか。ゆうちゃん見て、底なしかどうかは分かんないけど、でも私よりは飲めます全然。アクスタ出すのは、アクスタ出せ。いいな。じゃあランキング読もうかな、そろそろ。13位、しゅんくんありがとうございます。12位、よっちゃんありがとうございます。11位、青白竹さんありがとうございます。10位、メルコさんありがとうございます。9位、佐世保のてっちゃんありがとうございます。8位、タカさんありがとうございます。7位、ケロックニさんありがとうございます。6位、つかささんありがとうございます。5位、しょいさんありがとうございます。4位、よしひろさんありがとうございます。3位、まささんありがとうございます。2位、スプッキンさんありがとうございます。1位、トミさんありがとうございます。めっちゃ怖いです。あら、ありがとう。じゃあ、今日はアットジャム頑張ります。爽やかな、え、ほんと爽やかだった、大丈夫、めっちゃおっぱいって言ったけど。じゃあ、オットジャム来る人はこの後会いましょう。そうじゃない人は明日福岡で、そうじゃない人は明日の夜の配信で会いましょう。イエイ。じゃあ皆さん行ってきます。みんなも